トベ、新たなステージでの活躍に隠された紫輝やくんの感動的な成長、ジャニーズ大社からの奇跡。トベが描く道のエンターテインメント革命。トベが誕生してからわずか数ヶ月、滝沢秀明社長率いるトベは、単なるグループ結成を超え、コミュニティとイベントの社会的影響に焦点を当てる感動的な旅に変わりつつあります。日本のエンターテインメント業界では、 時折の天気が新たな可能性を切り開くチャンスとなります。2022年11月4日、平野志明氏、神宮寺祐太氏、岸優太氏は、ジャニーズ事務所を退社し、新たな舞台、飛べに挑戦することを決意しました。この驚くべき天気により、彼らの個々の決断がもたらす深い影響と、コミュニティへの新たな価値が生まれました。紫て氏と飛べタッキー社長、滝沢秀明氏の絆は、単なるビジネスの関係を超えています。 ジャニーズを離れ、未知の世界に飛び込む決断を下ろした彼らは、共に未来を築く仲間としての結びつきを強化しました。この記事では、滝沢社長と紫テルシが築いた、指定愛の絆が、新たな冒険の中でいかに成長し、トベが提供する環境において、彼らが全力で取り組む姿勢が描かれています。トベの立ち上げにより、彼らは自らの芸術に真剣に向き合う場を見つけ、ファンと共有しています。彼らが感じる、 本当にやりたいことに向き合い、その情熱を全うする姿勢は、コミュニティ全体に感謝と共感を生み出しています。彼らの努力と笑顔は、ファンにとって本当の幸せの源となっており、渡べに関わる全ての人々への感謝のよう、新たな言葉で表現しています。ファンの間で、滝沢社長や紫輝くん、新くん、岸くんの笑顔が今もなお彼となっていることに感謝の意が溢れ、渡べへの期待が高まっています。 新たな舞台での彼らの輝きが、ますます多様性と豊かさをもたらすことを期待してやみません。滝沢社長の深い思いやりと、苦労を共にする姿勢が、新しい舞台に踏み出すメンバーに力強い支えを提供しています。紫てるさんが、苦労は覚悟の上と語り、指定愛を感じさせる関係が、彼らが新たな挑戦に臨む原動力となっています。7月7日、穏やかな笑顔で戻ってきた、さなえちゃんとりこちゃん。 そして10月15日、岸くんの合流で3人の最高の笑顔が輝きを増しました。彼らが今、笑顔で本当にやりたいことに取り組める環境にあることに感謝の言葉を捧げずにはいられません。滝沢社長をはじめ、関わるすべての方々に感謝の気持ちを忘れず、先行きの見えない中でも支えてくれたファンにも感謝の意を示しています。紫輝くんの辛い思いに触れ、 彼の努力が多くの人に認められていることを嬉しそうに語っています。元事務所を脱退した際、心の中で滝沢さんと繋がりたいと願っていたファンも多く、戸べでの新たなスタートに心から感謝の気持ちを抱いています。新くんや岸くんとの合流により、彼らが自分たちの思い通りに仕事ができ、笑顔が戻ってきたことに喜びを表現しています。 トベによるナンバー、愛の活躍に対する期待と感謝の声が続々と寄せられています。2022年11月4日の絶望感から考えると、彼らが新しい舞台で活躍している姿に、ファンは喜びと感動を共有しています。滝沢社長と紫輝くんのつながりが不思議だったと感じていたファンも、その経緯に納得がいくように解説されています。ZIP での紫輝くんの瞬間や、 トベイの遺跡のリスクを背負っても信念を貫いた姿勢に、ファンは彼の成長と決断に感動をかく。